村長として村に迎えられるプレイヤーは動物たちと交流しながら村づくりをしていくことになりますが、どのような村を作り上げるかはプレイヤーの皆さんが自由に決められます。プレイヤーは村の生活を充実させる様々な公共物を設置することができます。おなじみのリセット監視センターや喫茶店も建てるかどうか決めるのは村長である皆さんです。またお店の営業時間や村人の生活時間を変えるような条例も決めることができます。動物の森は任天堂 3DS のカレンダーと連動しますので、自分の生活スタイルに応じた村づくりも可能になっています。また今回は村づくり以外にも様々なところで自分の個性を自由に発揮できます。プレイヤーが着ることができる洋服にはボトムスや靴下が増えましたので、これまで以上にこだわりのコーディネートが楽しめます。また洋服のデザインもこれまでよりも細かく作ることができるようになり、 QR コード化して他のプレイヤーとやり取りすることができます。さらに自分のおしゃれだけでなく自分が住む家にもこだわることができます。家の外観を好きなパーツを組み合わせて作り上げることができますが、例えばこんな家も作れます。またお部屋に飾る家具の種類や壁にかけられる家具が増えただけでなく、本作では家具のリメイクを行い好きな色や柄に変えることが可能になりました。たくさんの家具をリメイクして個性的なお部屋を作り上げてみてください。飛び出せ動物の森は開発も大詰めを迎えており、11月8日に発売が決まりました。ペーパーマリオシリーズと同様、今回も紙のようにペラペラなマリオが活躍します。スーパーシールという副題にもあるように、本作にはたくさんのシールが登場します。そこら中に貼られたシールを剥がして集めながら冒険し、敵との戦闘では集めたシールを駆使して戦います。街やフィールドではシールを剥がしたり貼り付けたりして謎を解き、道を切り開いていきます。また道中で見つけたものを使って自分でシールを作ることもできます。
漠や雪原、ジャングルといったマリオの冒険の舞台となるフィールドは紙や段ボールなどでできており、 3DS の奥行き表現によって立体感のあるペーパークラフトの世界で冒険しているような不思議な感覚を体験していただけると思います。ペーパーマリオスーパーシールは今年の年末発売予定です。オイエーマリオタイム。マリオの本編アクションゲームではお約束のように毎回ピーチ姫がさらわれて物語がスタートしますが、今回のマリオではピーチ姫はさらわれません。今回はピーチ城自体がクッパ一味に乗っ取られてしまうところから物語は始まります。マリオたちは広大なワールドを移動し、さまざまな仕掛けのあるコースを冒険しながらピーチ城を目指します。今回のマリオには羽を広げてムササビのように滑空できる新しいパワーアップや、おなじみのヨッシーはもちろん、風船のように空を飛んだり、泡を吐いて敵を閉じ込めたりと、さまざまな能力を持つチビヨッシーが登場します。多人数プレイでは自分のミーをキャラクターとして使える機能を活かせば、大画面に HD 解像度で表示できることと合わせて自分がどのキャラクターかすぐに分かります。一人プレイでは Wii U ゲームパッドをモニター代わりに、テレビを占有せずに遊ぶこともできますし、アシストプレイは画面をタッチするだけで遊べますので、これまでマリオを操作するのが苦手だった方でも家族や友達にアシストしてもらうことでゲームに参加していただけると思います。多人数プレイではキャラクターを操作している他のプレイヤーを手助けするアシストプレイのためにゲームパッドを使用することもできます。また名前の通りのアシストプレイだけでなく、ゲームの上手な人同士で遊べばこんな超絶プレイも楽しめます。その意味で単に初心者救済だけでない、いろいろな可能性を持つ新しい仕組みができたと感じています。さらに本作にはいつもと違う遊び方のできるモードがあります。その一つ、お題モードでは、プレイヤーに向けてさまざまなお題が提示されて遊びます。とにかく早くゴールを目指すタイムアタック、敵を連続で踏み続けたりする連続ワンナップなど、さまざまなお題が出題されます。お題によって全く遊びが変わりますので、それぞれのお題でより良い記録を目指してたっぷりとやり込んでいただけます。もう一つはブーストモードと呼ばれるモードで、全てのコースはオートスクロールですが、コース中のコインをたくさん集めることでそのスピードがどんどん加速していくタイムアタックゲームです。腕に自信のある方はアクションの限界にチャレンジできます。ニュースーパーマリオブラザーズ U は
おなじみのマリオの魅力に加え、今までにない楽しみを持ったモードなどもご用意し、一人でもみんなでも楽しめる Wii U ならではの遊び方を用意した Wii U のための新しい 2D マリオです。ニュースーパーマリオブラザーズ U は Wii U と同時発売です。